皆さんこんにちは、カイです。今回はまた209件についてお伝えしていきたいと思います。はい、見てわかる通りですね、4号車が工場の中に入っていたんですけども、このような形で外に出てきていました。そして現在の4両編成で組まれている209系は特に変わった変化はなさそうです。で、ここにね、ロイヤルボックスが出ていました。で、ちゃんとよく見てみますと、こんな感じでですね、両方とも塗装が剥がされています。これ見てわかる通りですね、あの白い建物の工場の奥側に入っています。あの奥側は確か塗装されるスペースとなってますので、もしかしたらこの209系の2両は近頃塗装されるかもしれません。楽しみですね。そしてなんか車体の高さがちょっと若干違うような気がするんですけども、気のせいでしょうか。で、このロイヤルボックスは伊豆高原の下田川の踏切の方に止まっていたんですけども、引っ張られてこっちの方に移動していました。なぜロイヤルボックスがこっちの方に移動してきたのかは分かりませんが、また今後ね、209系の留置位置が変わるかもしれませんね。ということで、このような形で伊豆急や209系について動画を発信していきたいと思いますので、ぜひ興味のある方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。もう少しで200人いきそうです。本日もご視聴ありがとうございました。